NHK 連続テレビ小説、カムカムエヴリバディのワンシーンに、再び視聴者からツッコミが寄せられた。物語は1983年の京都が舞台という設定。にもかかわらず、2022年2月17日の放送で、当時は初、売りされていない軽自動車が映り込んでいたというのだ。カムカムをめぐっては、10日の放送でも背景に1983年当時には発売されていないトヨタのプリウスが映り込み、SNS で話題を呼んでいた。17日の放送では、劇中でヒロインの日向、川、栄里奈さんが路面電車に乗るシーンが放送された。前回のプリウス騒動の際も、路面電車の窓から車が見えた子ともあって、このシーンでも背景に注目した視聴者が多かったようだ。ツイッターには、また現代の車がないか気になっちゃう、前の子ともあって、車窓からの車気になるといった声も投稿された。こうした視聴者の予想通り、車窓に映る背景には、またもや当時は走っていないと見られる軽自動車の姿が。その他、住宅の様子に注目したユーザーもいたようで、ツイッターには、車窓から見える車と家が現代やって、カムカム、プリウスの次は、タントかよ笑い、日向の電車シーン、1983年なのに前回はプリウス映っちゃって、今回は、令和の住宅が普通に映る、どうしても、日向が電車乗ってると周りの景観が気になってしまうよねなどのつぶやきが多数寄せられた。また、電車のシーン、外の景色に集中してはいけない、いけないよ、電車のシーンでプリウス探してごめんと、本編よりも車窓の外を気にしてしまう、といった反応も見受けられた。すっかりネタとして楽しまれているようだ。Thank you.